最後の議題になりますけど、原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う原子力規制委員会規則案などについてです。これは前回の委員会で議論しました。本年7月施行分の新規制基準について、骨子案に基づき委員会規則などの形で条文化したものであります。あの真ん中の方の欄、黄色とか緑の欄がございますけれども、こういった対策については7月から準備をしていただくと、準備、7月から要求をするというものでございます。これに加えてということで、これらの対策の信頼性向上のためのバックアップ対策については、7月中旬予定の施行の5年後から求めるということで、施行から5年の期間のうちに実現をするということを要求をするという内容としているところでございます。で、まあ、今後これをパブリックコメントにかけて最終的に7月に施行という段取りになりますけれども、受けたい意見ございますか。特になければよろしいですか。はい、撤回してください。5年、なぜ5年ですか。5年猶予を撤回してください。説明がないし資料も読めない、むちゃくちゃじゃないか。委員会はこれで終わります。どうもありがとうございました。なぜ5年の猶予を設けるのか、今日もいろいろやじが盛大に飛び交ってましたけども、の5年の猶予が必要なのかについて、改めてちょっと説明いただけますでしょうか。基本的に今回の福島の事故の経験等を踏まえて、いわゆる過酷事故に対する対策としてはかなり相当厳しい基準を設けたと。で、まあ、5年というのは別に5年新しい施設を対応するとなると、いろいろ手続きも踏まえて5年ぐらいはかかるということで、一応5年で、5年よりも早くやる分には構わないんだけれども、一応5年ということを。ただしその5年の位置づけになっているのは、基本的な安全対策はもうできてるんだけれども、さらにそのバックアップっていうんですかね、より安全なことの対策としてその5年っていう間にやってくださいということを今そういう仕分けになってるというふうに、有識者老けた委員会とかいろんなところの議論を聞いてて、そういう判断を私どもはしたということです。今日会の最後にもですね、その規制基準に関して その説明が、まあ、足りてないのではないかというご発言ありましたけれども、それについては現状どのように考えていらっしゃるのかということと、それを解決するために何か具体的なアイデアというのはあるんでしょうか。いろんな意見が今入り乱れているんですね。皆さんの報道の中にもそうだし、いろんなところからいろんな意見が出てるんで、それがまあいろんな立場で、考え方の立場でいろんな意見が出てるんですが、まあ、そういうのを見てると、できるだけ正確に私たちの意図を知っていただきたいという意味で今日は申し上げたんです。ただどこまで理解できるかどうかっていうのは、本当に理解しようと思ってんのか、もう絶対理解したくないと思ってる人に理解させるのも、これも無理な話なんですよね。そういうところを踏まえて、まあ、できるだけ私たちとしてはできるだけそういう努力をしましょうということを再確認させていただいたということです。原発新規制基準の5年猶予と大井原発特別扱いの撤回を求める、緊急署名、原子力規制委員会委員長田中修一様、原発の新規基準、新規制基準の適用に5年の猶予期間を設けるのはやめてください。
あなたたちの理解が足りないから説明すればわかるみたいなことをいつも、もうバカの一つ思いみたいに言ってますけど、私たちは内容を分かってるから批判してるんですよ。でその具体的な疑問点に全く答えてないじゃないですか。で検討チームの中ですらまともに議論されてないのに、なんで本会議で決められるんですか。本当に当たり前のことを私たちは言っているし、どっかの特殊な人たちみたいに思ってるかもしれないですけども、本当に危機感を持った一人一人の個人の普通の市民が集まってこういうことをしてるんですよ。そうだ、そういうなんていうか、一人一人が自分のお金や時間や努力やいろんなことを使って危機感を持って、本当に明日地震が起こるかもしれない、そうなったらまた大変なことになるっていう危機感を持ってみんなが頑張ってるということに対して全く敬意を払っていない、鼻からバカにしている、もうそういうことが本当に腹が立って仕方ないです。5年猶予やめろ。そうですね、まあ、5年猶予についてはもう、これ自身はもう撤回してほしいということですね。まあ、バックアップだから5年で猶予していいんだというような言い方なんですけども、新規制基準でやはり福島のような事故を起こさないということで、まあ、必要な措置としていろんな安全設備というのを挙げてあったはずで、その後回しにしても良い施設をわざわざその規制当局の側で寄り分けてですね、まあ、明らかにこれ再稼働に対する便宜ですので、それはもう撤回してほしいということですね。